裏金疑惑の捜査が進む自民党安倍は現在事務総長を務めているのが高木竹島へ国対委員長だそんな高木氏をめぐり不可解な政治団体がパーティー券収入を管理していることが「週刊文春」の取材で分かった高木氏の政治団体としての性格が極めて強い団体の名称は次世代政治研究会 直近の2022年分の収支報告書によれば、同年12月に東京プリンスホテルで、高木剛政治セミナーを開催し、約1400万円の収入を得ている。確認できた9年以降の報告書から判明したのは、ほぼ毎年、1000万円超の大規模パーティーを開催し、年に500万円から1500万円を高木氏が代表を務める。 自由民主党福井県第二選挙区支部に寄付しているという事実だ加えて事務担当者は長年にわたり高木氏の政策秘書を務める小泉さ氏連絡先には議員会館の高木事務所の電話番号が記されていた議員会館内ではエプロンにスリッパ履きという名物秘書高木事務所のお金の管理は彼女が担当しています自民党関係者 政治資金の流れやエプロン秘書の存在からも同会は高木氏の政治団体としての性格が極めて強いことがうかがえるだが総務省が公表している国会議員関係政治団体一覧の高木氏の欄に同会の名前は見当たらない国会議員関係政治団体としての届け出をしていないためだ地元でない地域に政治団体を置く意図 それだけではない。主たる事務所の所在地は東京都小平市なぜ福井県選出の高木氏がわざわざ多摩エリアに政治団体を置いているのか日本大学の岩井智明名誉教授が指摘する国会議員関係政治団体としての届け出をせず地元でない地域に住所を置くことで外部からは非常に見つけにくい闇団体となっています 届け出をしないことでの罰則はありませんが政治資金の使途の透明化を妨げる非常に不適切な対応といえる高木氏からちょっと名前がありました事態を確かめるべく所在地である小平市の住所に向かったたどり着いたのは住宅街の一角に佇む一軒家表札には会計責任者警視の名字が記されている その刑事に尋ねると、政治団体のことはよくわかりません、高木氏は大学の後輩で通ー,ーの中だった。5年ほど前に突然、書類が届いたので、高木、お前、何だこれ、と言ったら、ちょっと名前がありました、と、名義を貸しただけと主張する刑事。 だが収支報告書の最終ページの宣誓書には会計責任者として経史の署名と押印が確認できるそのことを問うとハンコは渡していないけど向こうで勝手に形勢のハンコを押したんでしょう毎年この時期に書類が届くんですけどいつも封を開かず事務所に送っちゃう高木と電話でやり取りすると凶暴みたいになるから 会計処理はあえて何も聞いていない代表者もこの会は活動支店の同会が代表として届け出ている都内在住の Y 氏も死んだ女房が高木といとこ同士で高木が議員になった頃地元が福井県の敦賀だから東京に知り合いがいなくて住所を貸してくれとでも何か連絡が来ることはないこの会は活動支店の つまり代表者も会計責任者も偽物なのだ元東京地検特捜部副部長の若狭勝氏が解説する会計責任者が知らない間に勝手に犯行していたのであれば刑法の「有印私文書偽造」の疑念を持たれても仕方がない同罪に問われた場合3ヶ月以上5年以下の懲役が科されます 会計責任者が内容も把握せずに毎年書類を提出していたとすれば議員の政治的道義的な責任も問われるでしょう高木氏に事実関係を尋ねたが回答はなかった12月26日火曜日12時に配信される「週刊文春」電子版並びに27日水曜日に発売される「週刊文春」では 高木氏の闇団体をめぐる裏金疑惑や検察が狙いを定める安倍派幹部の実名とその理由安倍派現役幹部の肉声今も派閥を牛耳る森喜朗氏の贅沢な暮らしぶり西村康稔前経産省が再び開催していた架空パーティーなどについて重報している以下はネットユーザーの反応をまとめたものですやっぱり パーティーそのものと献金自体を禁止して献金に対する罰則も設ける法律でも作らないといつまでもこの問題は解決しないのではまあ、それでも闇でやるだろうけど、献金は絶対に特定の企業との癒着にもつながるからね。 こんなずさんな話は聞いたことない、今は電話も手軽に繋がる時代なのに、勝手に住所を借りるなんてことが起こるのかと疑う、私の話ですが、昔。一時的に住所をなくしたことがある、金も尽きて働こうにも障害が出てきた、その時友人とその親御さんに事情をすべて話し、一時的に住所を犯してもらった。 1> 約1年ほど、その友人とは幼い頃からよく遊びまた母とその親御さんが町で出会いそのまま飲みに行くような仲だった単なる学友で4年程度の付き合いでそこまで寛大になれるのかそこも疑問であるこの記事の通りだとすると名義を貸しただけの会計責任者に罪をかぶせようとしているんですね 結局誰も逮捕されないで済ますつもりでしょうか検察には真相を明らかにしてくれることを期待し応援しますこの福井選出の先生は地元では口に出すのもはばかられるハレンチな犯罪歴もあるようだがそれでも選挙で当選し国政の場に出てきているつまり地元有権者の信を得ているということだ しかし今回の安倍派の裏金作りに関する一連の疑惑があったり、この文春法のような誘引紙文書偽造といい、到底国会議員としての資質に疑問がつく人物であることは明らかである。地元有権者の皆さんはこういった実態を直視し、次回国政選挙で投票行動してもらいたいものだ。ほんと全国から笑われてますよ。 これで高木君もアウトかな。67歳でこれまで荒稼ぎしてきたんだから刑務所での生活が終われば悠々自適な残りの人生を楽しんでくださいただしその前に追徴課税を済ませて刑務所できちんと労役を果たしてくださいパンツ野郎が現職議員最初の身柄拘束ってことになるのかな 1>, 1人目の逮捕がコネクティング西村って噂だったがやつはまだ呼ばれていない検察は本丸を責める前に周りをがっちり固めて言い逃れができない状況を作っている可能性があるとヤメ県が指摘していたいずれにせよ特捜部には遠慮なしにやっていただきたい年末年始返上になるでしょうけど国民は検察が正義を貫き悪党を成敗することを強く望んでいます やったな、高木さん、禁じ手の一手を使って、知らぬ存ぜぬはありませんよね。犯罪の行為も違法性の認識も十分ですね。文春の記者さんの見解通り、有印私文書偽造、同行死の罪が付加されましたね。高木さん、自民党国会議員として自民党をよみがえらせたいのなら、すべてを素直に真実を良心に従いお話しください。 それがあなたをこれまで支えてきてくれ未来のある国づくりを託せると信じてこられた有権者への恩返しではないですかね